まれない。もう迷ったら南っていうのがどうもあれですね、正しいですね。なんでこれがこうなるのか、足が後ろすぎる。もうちょっと前に開くようになんか最高。これで重心を少しで前だったんだよね。はい、じゃあさ、南側からやり直して。逆方かな。下になりましたね。あったかで、うん、風がね、なんだろうね。あったかで、あったかで、完全に単独ですよ。さっきスピードあった。早すぎだ。内容だから頭もっともう一応そこでショートマン。もうちょっとあった。いや、あと10分だと思う。あ、眩しい、眩しい。なんか眩しくて目が慣れない。伏見さんの5セールだ、俺の4セールだ。追いついちゃうんだよ。俺の4セールだよ。あ、はい、やったり。でフルハイにするとね、ちょっと上がってるかもしれないね。特に重たいんだね。ってことは前重心ってことですよね。重心は横型がアンターセだと思うんで、背面で打つ。背面で煽られてる。さすがだね、背面で煽ってくるって。背面で煽られてる。背面で煽ってるよ、ほら。
パイロット同士トップガンであれやってさいいねいいね。じゃあ可能であればローカストを一回いいですかね。いいね。じゃあおさん下ろしてもらっていいですか。はい。ちょっと待ってね。で、巡回しますので。はい。やっぱあれね。ちょっと軽いから4000円で十分だ。じゃあ行きます。あれ持ってるか。はい、お願いします。こいつすっごい伸びたんだな。着陸隊に入ってるよ。ああ、降ります。いや、軽いってことですね。おお。ありがとうございました。何か面白い芸を一回。ん？あ、見に行った。今誰かの後ろに下がったかと誰だ？スケール機じゃないのこれは。違う。ちょっとまずいな。いや眩しくてさ、もう。いいですね。あー、ダメだ、怖い。人の機体はやっぱ怖い。さっき の、 あの着陸 の、 あ、 のあれが反動が残ってるね。足出てないよ。いや、着陸じゃないだ。ローパスしただけ。あ、ローパスになってないですよ。もう今度こそ。ドラム缶の半分残ってます。いや、でもキャンプ場行った時とか、あのユニフレームの焚き火台持ってるんですけど、バーベキューできるぐらい結構でかいんですよね。なんでソロ用のもうちょっとちっちゃい。山登りしてのキャンプ。